どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ本日はですね、初心者のための超丁寧ウクレレレッスンパート2でございます。前回パート1の方でですね、チューニングの仕方であったりとか持ち方、そしてコードの弾き方などをやっていきました。今日は実際にそのコードをまた使ってですね、ストロークをして、ちょっと僕とアンサンブルをしてみたり、一曲弾けるようになれたらいいなと思ってレッスンをしていきたいと思います。はい、前回の動画がすごい好評で、本当に皆さんありがとうございます。いやー嬉しいですね。なんか本当に最近ウクレレを始めてる方が多くて、そんな方に見てもらいたいね。なんか他にもこうウクレレ歴結構長い人も見てくださって、それでもためになったっていうコメントをいただいて嬉しい限りです。さあ今日やるですね、このパート2の方もすごくためになるレッスンだと思いますので、ぜひぜひ見ていってください。それではどうぞ。さあまずですね、ウクレレを弾いていく上で絶対に読めないといけないものがあるんですね。それが何かというと、ダイアグラムとタブ譜というものなんです。ダイアグラムっていうのは押さえる形の表のようなものでして、それを読めるようになってくると簡単に指の置く位置が分かってくるんですね。でもう一つがタブ譜というものです。タブ譜っていうのはですね、ウクレレ専用の楽譜になっておりまして、他にもこういうタブ譜が使われるのは、ギターとかベースとかもこういうタブ譜が使われたりするんですけども、それと全く同じなんですが、ウクレレのものはやっぱりこの弦の数に合わせてあるので、4本の線で構成されている楽譜になっております。このダイアグラムとタブ譜が読めるようになったらですね、大体の曲はなんかこう自分の中で弾こうとしていくことが可能になってくるんですね。なので今日はまずこのタブ譜とダイアグラムの読み方をしっかりとマスターしていきましょう。さあまずはですね、ダイアグラムというのを見ていきたいと思います。ダイアグラムというのはこちら、はい、こんな表のことをダイアグラムって言うんですね。でこの塗りつぶされているところを押さえたら、上に書いてある英語のコードの形になってますよっていうものなんですが、この横の線が弦になっていて、縦の線がフレットを表しています。さあそんなわけでこれを見ていくとなんですけれども、ここでね、なんかこう、なんでダイアグラムってこんなんなんっていう風な、よく質問をいただくんですけども、このダイアグラムとウクレレ、こういう風に見比べた時に、このまま表のまま押さえてみようとすると、結構な人がね、この一番上の3フレットあたりに黒丸があるから、あ、ここかなっていうことで押さえちゃうんです。はい、ただですね、このダイアグラムは見方はこうじゃないんです。このダイアグラム、実は一番上の線が1弦で、その次は2弦3弦4弦っていう風になっているんですね。ただ前回のレッスンでも言った通り、ウクレレは上から4弦3弦2弦1弦なんで、言ったらこのウクレレをこうやって反対にして押さえてるとこが書いてあるのが、このダイアグラムっていうものなんです。はい、なんかね、ここに慣れるまで結構時間かかるかもしれませんが、一番上の3フレット目が押さえてあるっていう考えではなくて、しっかりと頭の中でこの一番上は1弦だから1弦の3フレットが押さえてあるっていう風に考えていけると、間違えずに弾けると思います。そこら辺はね、ちょっと練習あるのみでございます。で、わからなくなったらこのウクレレ、まあこうやって反対するのもいいんですけど、ちょっとこうやって楽譜と見合わせた時とかに、自分の方にこうやってウクレレを向けてみると、あ、押さえるところがわかりやすいです。で、それでまた戻していくと、しっかりと押さえれていますんで、このダイアグラムの見方、教えたような要領で見ていくようにしていきましょう。なので、次のこんなコード。さあ、このコード、F っていうコードなんですが、これはこの表で言うと、一番上の弦が何も押さえないようになっていますが、ただ一番上は1弦目。なんで、あ、この弦が何も押さえない。で、その次。2本目の1フレットのところに丸がついてるんで、あ、2本目の1フレット、あ、
ここだなっていうのが分かりますね。で3本目は何も押さえずに次4本目の2フレット目押さえる、あ、じゃあこことここを押さえるんだっていうのが分かるようになっています。ただちょっと一つ問題があるのが、このダイアグラムっていうのは何の指で押さえるのかまではあまり記載されていません。なのでもう押さえる箇所だけしか書いてないんで、そこら辺の正しい指使いっていうのはコード表などを見ながら見ていかないとちょっと正しい場所は分からなかったりしますが、このレッスンでは僕が言った指使いを使ってやっていきましょう。さあというわけで、これでダイアグラムだいたい理解できたと思います。さあ次はですね、タブ譜というものを見ていきたいと思います。タブ譜 TAB って書いてタブと呼んでいくんですけれども、もしかしたらこの動画を見ている方にね、ピアノとかやってた方もいらっしゃると思うんですが、その楽譜とかとは全然違う形をしているんですね。さあではちょっとタブ譜どんな形してるのか出してみたいと思います。こんな感じ、じゃん。はい、なんか全然意味のわからない数字の羅列が出てきましたね。これがタブ譜っていうものなんですね。さあこれの読み方なんですけれども、実はさっきやったダイアグラムと少し似ている部分があるんです。それが何かというと弦の番号なんですが、さっきのダイアグラムは一番上が1弦でしたよね。このタブ譜、これも実は一緒で、一番上の1本目の線が1弦を表しています。でその次に2弦、3弦、4弦っていう風になっているんですね。でそこにですね、音符の長さを表す8分音符の符等であったりとか、線なのが入って点なのが入ったりとかしてですね、これは四分音符、八分音符っていうのを表しています。で重要なのは何といってもこの数字の部分なんですけれども、最初のこの C、 3000と書いていますね。さあこの読み方はまず1弦目の部分に3って書いてます。ってことは1弦の3フレットを押さえてくださいねっていう意味になってくるんですね。1弦目一番上でも、この1弦目のところに3って書いてるんで、ウクレレの1弦、一番下の弦ですね、の3フレットに手を置く。今回は薬指を置いていきましょう。でそのまま2弦目と3弦目と4弦目に000と書いてますね。これどういうことかというと、0フレットを弾いてくださいっていうことなんです。0フレットというと何も押さえないっていう意味になってくるんで、もうここ実質言ったら押さえるのはここだけで音を鳴らしていく。で鳴らすときは必ず一番上4弦から下に鳴らしていきましょう。1弦から数字が書いてるからといってこの下から弾いたりしなくても大丈夫なんです。すべて弾くときは上4弦から下に鳴らしていく、はい、という風になっていくんですね。これで今書いてある 3000C というコードが押さえれて弾けたことになります。さあちょっとそのまま流れで見ていくと、次は F っていうコード、さあ下のタブ譜も変わっていると思います。 F っていうコードなんですけれども、これは0102と書いてますね。この時も気をつけるのは、一番上の弦は1弦なんだっていうことをしっかりと理解して、1弦は0で、次2弦目のとこに1って書いてるんで、2弦目の1フレットを押さえてください。今回人差し指で押さえます。で3弦目は0で、次一番上4弦目の2フレットに2と書いてるんで、あ、じゃあ今回は中指で押さえましょう。でこれで鳴らすと F っていうコードが鳴りますよっていうことが書いてあるんですね。要はこのウクレレの鳴らしたいところがパッとこのタブ譜を見るとわかるんです。もしこれがタブ譜じゃないとこんな譜面になります。はい。これを見てウクレレでパッて弾くって難しいんですね。ピアノだとドレミファソが結構パッと見てわかりやすいんで、この楽譜でも押さえやすいんですけど、ウクレレ見てみてください。ドレミファソラシドが全然わかんないですよね。はい。なので、このウクレレを出されて、この今まで見てたピアノのような楽譜を出されても、え、どこを鳴らしたらいいんやろうっていうのが本当にね、なかなかつかめなかったりするんです。はい。なのでこのウクレレとか弦楽器ではタブ譜というのを使っていくのが主流です。はい。
という形でですね、このタブフっていうのは読んでいけます。皆さん大体分かってきましたかね。このタブフとダイアグラム、これが読めるだけでね、本当にウクレレの弾ける幅、できることがこうぐっと広がりますんで、ぜひぜひ読めるようになってください。さあ、それがいけたらですね、ようやく曲に入っていきたいと思います。さあ、本日はですね、日曜日よりの使者っていう曲をやっていきたいなと思うんですけど、なんか CM でも聞いたことある曲だと思います。こんな曲です。シャララ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 、シャララ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  CM とかでもおなじみの曲だと思います。これがですね、前回やった CFG7 っていう3つのコードで弾くことができるんです。今日はこれのストロークと、あとはメロディーの単音弾きっていうのをやってみたいと思います。さあ、なかなかね、ここで急にグッとレベルが上がってくるんですけれども、さあ、まずは楽譜出してみます。まずはストロークはこんな楽譜です。ドン、はい、今下に出てると思います。まあ、さっきやったタブ譜が載っていますね。で、そこにリズム譜があるんですけども、そこに対してちょっと今回矢印を書かせていただきました。これが何を示しているのかというと、下向きの矢印が上から下に振るダウンストロークで、次下から上の矢印が下から上に振るアップストロークを表しています。で、まずこれ弾いてみると、ダウンダウンアップ、空振り、アップダウンアップダウンダウンアップ、空振り、アップダウンアップっていうリズムで弾いているんですね。なんかこれが弾けると、あ、すごいウクレレ弾けてるみたいに感じますよね。今日はですね、皆さんがここを弾けるとこまでいきたいと思います。まずこの楽譜をしっかりと見ていきたいと思うんで、ちょっとここから僕の手元のアップになってですね、この楽譜と手元をよく見ていきましょう。はい、ではちょっと手元をアップさせていただきました。ですね、下に楽譜がありますね。まず最初 C って書いてるんで、 C は基本的に薬指で1弦の3フレットを押さえます。ここですね。で、ここからストロークを入れていくんですけれども、このストローク気をつけることがあります。それが何かというと、まず手首、ここは柔らかくしていってください。よくいらっしゃるのは、手首がすごい硬くなってしまう方がいらっしゃるんですが、手首はもう柔らかくしてください。柔らかくして、で、この時、1回目のレッスンでも言ってましたが、このウクレレのお尻に肘をつけたまま、ここ、離したり浮いたりしたらダメなんですね。もうつけて、そこを軸にして、まずはこの肘から先をちょっと振ります。はい、こんな感じで。ここあんまり大きく振りすぎなくても大丈夫です。ちょっと振っていきましょう。で、この振った時に腕が上がると同時に手首もちょっと上に上げる。で、下げると同時に手首も下に下げる。そう、連動するような形ですね。ただこの時大事なのは、さっきも言いましたが、柔らかくっていうことを言っていたんで、この肘がついて上に上げる時にこういう動きではないんですね。肘が上がった時に手首が上がるではなくて、もうここ。肘から先を動かした時に遠心力、その反動で手首が動くぐらいの柔らかさでいいんですね。こういうイメージです。ブラブラーっとしてますね。はい、悪い例はこう、硬いのが分かりますね。じゃないです。ではなくて、もっと柔らかくブラブラーっとしてください。で、しっかりとウクレレのお尻に肘はつけておきましょう。で、この違いで何が変わるのかというと、ウクレレの音が非常に変わります。まず柔らかくブラブラと理想的なストロークをするとこんな感じ。しっかりと肘がついていって、その先の手首が柔らかく弦に当たっています。では次、硬く振ってみたいと思います。この手首が硬くなった場合、こんな感じになります。
わかりますか？なんか私の音と似てるっていう方もいらっしゃるかもしれません。はい。なんかこう、ウクレレらしい軽快さがなくなったウクレレの音になってしまうんですね。そうならないように、しっかりとこの脱力っていうことを意識してやっていきましょう。で、脱力を意識して手首を柔らかくして振っていく。で、前回もちょっとだけ話していたんですが、このストロークをするときに爪のどこが弦に当たるかっていうところなんですが、ちょっとズームします。よいしょ。さあ、見ていきたいんですが、このダウンストロークのときは、だいたいこの人差し指の爪の中指側の半分、ここのあたりのこの辺の爪の甲が当たってダウンになっていきます。こんな感じですね。で、この時親指はあんまり力入れてギュッと挟んだらダメです。親指は軽く乗せてるぐらい。で、このままダウンでしていきます。で、ダウンで下がったら次はアップストロークになっていくんですが、アップストロークはその来た道をそのまま戻るんで、こんな風に指の腹が当たっていきます。ダウンは爪の甲。アップは指の腹。ような振り方になっていくんですね。まあ、まず最初皆さんはね、このダウンアップだけでいいです。まずはこのダウンアップを軽やかにする練習をしていきましょう。軽く軽くダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップとしていく。さあ、肘離さないように気をつけてくださいね。はい。で、こんな感じでストロークをしていくんですが、あと大事なのはこの弦に対してどれぐらいの深さで当てるか、またはウクレレのどこら辺でストロークをするかっていうことなんですけども、まずですね、弦に当てる深さはあんまり深くない方がいいです。深いとですね、指が弦に対して深く入っちゃうというのはこうやって奥まで入ってしまうことなんですけども、そうしてしまうと結構この弦を必要以上に引っ掛けてしまって、こんな風なトゲのある音になってしまうんですね。なので、あんまり深く入れすぎない、あんまり深く入れず浅く弦に対して当てていく、当てていく。ただ浅すぎるとね、音鳴らないんで、しっかりと弦の音は鳴るけれども深すぎない程度、これはちょっと探ってみてください。で、しっかりと4弦から1弦までが鳴っているように振り落としていきます。さあ、そして弾く位置なんですが、僕はだいたいこのウクレレのサウンドホールありますね。このサウンドホールの少し上のこのあたりでストロークをしています。はい、ここら辺ですね。このあたりが一番ベストと言われているんで、ぜひね、ちょっとこのサウンドホールの少し上のあたりを狙って弾いてみましょう。で、このウクレレが面白いのが、こっちの弦がついてるとこをブリッジといって、そしてこの弦が結んであるペグがあるとこをヘッドって言うんですが、このウクレレの弾く位置によって全然音が変わるんですね。例えば今標準の場所で弾いてるんですが、ここからブリッジ側に寄せるとなんか音が硬くなりましたよね。そこからもっとヘッド側に寄せていくと音がだんだん柔らかく、だいぶと音が変わったの分かりますよね。こんな風に低い位置でウクレレの音もだいぶ変わったりするんで、そういうところもちょっと楽しみながら、このウクレレストロークする場所を選んでみてください。さあ、というわけで、こっちを右手の振り方詳しくやっていきました。だいたい分かってきましたかね。肘は必ずつけたまま脱力して、ダウンアップダウンアップ、弾くのはこのサウンドホールの上ら辺で、あまりこう深く入れすぎないで、当てるところは爪の甲、アップの時は腹が当たっていきます。さあ、それができたらですね、まずは C を押さえて楽譜通り弾いていきたいなと思うんですけれども、 C を押さえたまま、まずは上に一回ダウンしましょう。
ダウンしましたか？しました。ダウンしたらここ四分音符なんで、そのまま一回上に弾かずに戻します。ダウンして戻す。さあ戻しました。戻したらですね、次2拍目に入っていきます。2拍目は8分音符で 3000C のコードが書いてあるんで、ここでは8分音符ダウンアップと弾いていくんですね。こんな感じ。弾けましたか？ダウンアップ。最初からいくと、最初はダウン1回だけ、次ダウンアップとなっていきますね。さあそしてダウンアップと弾いた次、タイでつながってですね、この次の3000、ここが何にも書いてないです。はい、あ、じゃあここ何すんねやろうっていうとこなんですが、ここは実はダウンで一回空振りをしてください。さあここが難しいんですね。ここ弾いたらダメなんです。弾かずに空振り、ダウンダウンアップ空振りしてほしいんですね。さあなんか弾きそうになりますよね。弾きそうになってしまうところをしっかりと押さえて、ダウンダウンアップ空振りで、そのまま次アップダウンアップと矢印で書いてあります。ってことはこの手の形はこのままずっとね、手の形は C のままです。 C のままでアップダウンアップと3回アップダウンアップ8分音符で弾いていく。さあもう一回いきますよ。難しいですね。 C 薬指1本で押さえたら、まず最初ダウンだけ、せーのダウンで、次ダウンアップダウンアップ空振りしてアップダウンアップ。ここら辺すごい今難しく感じると思います。なんか脳トレみたいですよね。はい、なんですが、まあちょっとここら辺はね、ぜひぜひ慣れていかないといけないところなので、頑張って練習をしていってください。で今見てるとですね、多分皆さん今すごい手首硬くなってると思います。もうダウンダウンアップアップダウンアップみたいな感じで硬くなってると思うんですが、柔らかくです。柔らかくダウンダウンアップ空振り、アップダウンアップダウン、もう手首も軽く軽く振ってください。はい、っていうところね、気をつけてください。はい、であともう一個ちょっとよく皆さんがやりがちなことがありまして、それが何かというと、まあこうやってウクレレ持ってたりとか、ちょっとこう足に置いて弾いてる方いらっしゃると思うんですけど、皆さん結構こうやってませんか？何かというとですね、こう皆さんはこの指板持ってる指がどんな形してるかとか見たいんで、ウクレレがこうではなくて自分の方にこう向いてると思います。はい、でそれでこうやって弾いてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、これねダメなんです。はい、なんでかというとですね、この手の角度が大事なんですけど、ウクレレっていうのはこうやって指を立てて弾いていかないといけません。こんな風にね。はい、ただこの時にウクレレがこうやって上を向いちゃうと、見てください、指がね、寝たの分かります？こういう風にまっすぐだと指今立ってます、立ってますね。なのにウクレレが上を向いてくると指がだんだんペチャリと寝てきました。これが原因で音が鳴らなくなってしまうんですね。鳴りたい音に指が触ってしまって音が鳴らない。だからこう弾いても全然鳴らないっていうことが本当によくあるんです。なのでウクレレは必ずまっすぐしてください。まっすぐで、まっすぐのまま自分が覗き込んでいくスタイルですね。もうかなりこう前傾姿勢になってくると思うんですが、それで OK です。自分が覗き込んでいって弾いていく。はい、という感じです。必ずね、こうウクレレが自分の方に向くんではないです。自分が覗き込んでいくっていうところ気をつけていきましょう。さあというわけで今 C というコードを見ていきましたが、皆さんどうでしょう、いけてますでしょうか？ C のコード弾けました？じゃあちょっとですね、楽譜に合わせて一回一緒に C2 小節弾いていきたいと思います。ではいきますね。 C のコード1,2,3,4 をダウンダウンアップカービーアップダウンアップダウンダウンアップ
ていう感じになっていきました。これで今皆さんがどこまで弾けてるのかというと、ここまで弾けてます。もう一回一緒に弾いてみましょう。いきます。ワンツースリーシャラララシャラララシャラっていうところですね。ここまで今皆さんは弾けているんです。じゃあその次 F っていうコードを押さえていきます。さあ押さえ方は前回見たのと一緒。人差し指が2弦の1フレット、そして中指が一番上4弦の2フレットを押さえて、さあ手の振り方は一緒です。今やった C のとこと一緒なので、手を C からパッと F に変えたら、そのまままたダウンダウンアップ空振りアップダウンアップと弾いていくんです。ダウンダウンアップ空振りアップダウンアップで、ここ音が鳴ったら手の振りは C と一緒なのでいけてるんじゃないかなと思います。そしてその後F から G7 にコードを変えていくんですけれども、この時この F 人差し指と中指なんですが、この人差し指の場所2弦の1フレットなんですが、実はこれね G7 の時にも同じ場所人差し指を押さえっぱなしなんです。っていうことはどういうことかというと、この F から G7 に行く時は人差し指は離さずにこの他の指だけを動かす。ここすごい重要なんですね。この人差し指は変えずに他の指だけ動かして G7 に変えていく。ここですね、必ず人差し指離さないようにしておきましょう。そうすることですごくコードチェンジがスムーズになっていきます。なので F 押さえてダウンアップアップダウンアップと弾いた次は G7 にパッと中指と薬指だけ変えて、またダウンカーブリアップダウンアップという形で弾いていくんですね。はい、そういう風にしていくと、この今見た一小節 C を押さえてダウンダウンアップカーブリアップダウンアップダウンダウンアップカーブリアップ F にしてダウンダウンアップカーブリアップダウンアップ G7。 はい、つなげていくとこんな風に弾いていくことができるんです。いけました？ここまでいけるとですね、もうだんだんウクレレが楽しくなってきますよね。で、ここまでスムーズにいけるようになったら、そのまま下の段も見ていきたいと思うんですけども、下の段を見ていくと、また同じ感じで C2 小節続いています。なので、ここは C、また薬指1本で C を押さえたら、同じこと弾きましょう。せーの、ダウン、ダウン、アップ、カーブリ、アップ、ダウン、もう一回、カーブリアップダウンアップ。 OK、 では次、そのまま次を見ると、あ、ここでちょっとコード変わってますね。さあコードネームは一緒なんですけども、リズムが変わってます。 F がダウンダウンアップと弾いて、次3拍目のとこにすぐに G7 っていうコードになっているんですね。ここ見落とさないように気をつけてください。 F 人差し指と中指で押さえたら、まずはダウンダウンアップと書いてます。で、それを弾いたらすぐに次 G7 に手を変えないとダメなんですね。すぐに G7 に変えたらまた同じようにダウンダウンアップと出てます。ってことはダウンダウンアップダウンダウンアップと弾いていかないといけません。さあ弾けました？で、そこまで弾くと最後 C になっていきます。C のコードっていうことは、ここ G7 から C にコードを変えていくんですね。さあここでまた注意点なんですが、G7 の手の形を思い出してみてください。こんな形でしたね。ここから C に行くときに結構多くの人がパッと手を離してしまう方多いんです。はい。ただね、これね、実は良くないんです。どういう形がいいのかというと、G7 を押さえてたら、ここ薬指、今1弦の2フレットに置いてると思うんですが、それを滑らせて C に行く。はい。ここ重要です。G7 からと話すんじゃなくて、 G7 がこの薬指を滑らせて C に入っていってください。できるだけやっぱりコードチェンジってのは素早く動かないと、次のコードとコードの間に隙間ができちゃいます。それをいかになくすかっていうのが非常に大切なポイントなので、今やったようになるべくつけっぱなしで、指はつけっぱなしで、そのまま滑らすだけで動かせる指は滑らせて動かしていくっていうところ、しっかりとですね、
注意して弾いていけたらいいなと思います。なので G7 ダウンダウンアップで弾いたら最後は C、 薬指滑らして C にして、またダウンダウンアップでタイでつながって伸ばして終わりとなっていくんです。さあここですね、一回一緒に合わせてみたいと思います。最初からいきましょう。だから2回分弾いていかないといけないんで、なかなか大変かもしれませんが、ゆっくりといきましょう。さあ皆さん、もし歌えたら一緒に口ずさみながら弾いていきましょう。ではいきますね、カウントします。ワンツースリーシャラララシャラララっていう風に変えてララ、で順に変えてララで、また C シャチーちゃんチャッチャ。難しいね難しいですよね。ここら辺はね、よく練習が必要だと思います。今ね、多分こう皆さんそれぞれ弾ける速さっていうのが違うと思うんで、なのでここからは今僕が言ったこの手の振り方、これを何回も練習して、自分が弾ける速さを少しずつ少しずつ上げたりとかしていきましょう。はい、それがいいと思います。とにかくね、あんまり焦らずゆっくりゆっくり練習していくのがいいと思いますので、じっくりねこの動画を見ながら練習してみてください。さあ今まではちょっと僕のガイドありきでやってたんですが、次はですね、僕ストロークしません。メロディーをウクレレ単音で弾いていきます。それに合わせて皆さんは伴奏してください。ここで初めてのアンサンブルをしてみたいと思います。僕がメロディー、そして皆さんがコード弾いてください。ではやっていきましょうか。ゆっくりめにいきますね。ではいきます、カウントします。ワン、ツー、一と二と三と四と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 1と2と3と4と1と2と3と4と、はい、いけましたでしょうか。そんな感じでね、皆さんぜひ今日はストロークを見ていきました。今日ね、あと単音もやりたいと言ってたんですけども、単音はまた次回のレッスンで見ていきたいと思います。次回はですね、このウクレレのコードを弾けた単音を弾いてみようというところに入っていきたいと思います。単音が弾けるようになると、言ったらコードを弾く人と単音を弾く人が分かれて、アンサンブル1曲も完成することができたりとかですね、あとはこう曲のイントロを弾いたりすることもできるようになってきます。なのでですね、ぜひ弾き語りの人もソロで弾きたい方もですね、次のレッスンも見ていただけると嬉しいです。まずは今日はこのやったストローク、ぜひぜひ練習してみてください。はい、ということで本日もレッスンのご視聴ありがとうございました。またまた次回のレッスン動画でお会いしましょう。私鈴木智樹は Twitter や Facebook、Instagram などもやってますので、ぜひぜひフォローしていってください。またこの動画を楽しんでくださった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤー鈴木智樹でした。バイバイ。